団体統器政令は暴力主義的、反民主主義的とみなされた団体の規制を目的とした日本の政令である。当初は1946年にポツダム命令の政党、協会その,の他の団体の結成の禁止等に関する件として制定され、1949年に全部改正された。しばしば団ただ司令と略称される。 破壊活動防止法の施行に伴い、1952年に廃止された。政治活動をするにあたっては、届出が義務付けられ、本令の遵守について、法務総裁の調査権限が付与されている。本令の規制対象団体に該当した場合は、解散させられた。解散させられた団体は、解散団体の財産の管理及び処分等に関する、政令により、 政府によって財産が管理処分された。規制対象団体の該当自由は以下の通り。また本例解散団体の主要幹部とスポンサー、関係者は公職追放令による公職追放の対象となった。本例に規制対象団体の結成や指導をした者、政治活動について不届きでまたは虚偽届けをした者、法務総裁の調査を拒否した者は、 刑事罰の対象となった。解散処分を受けたため捜索を受ける、在日朝鮮人連盟本部1949年9月実際には、GHQ の施策に反対する団体、戦前の軍国主義を拒護する団体、右翼団体、左翼団体、暴力団が規制対象団体となった。また在日本朝鮮人連盟、在日朝鮮民主青年同盟が、 規制対象団体に該当し、本令によって解散処分を受けた。1950年7月には9人の日本共産党幹部に対し政府の出頭命令を拒否したとして団体等規制令違反で逮捕状が出た。1952年4月28日のサンフランシスココア条約発行により日本が国家試験を回復し、同例は 同年10月25日に執行と規定された。同年7月21日に暴力的破壊活動を取り締まる破壊活動防止法が制定されたことにより、同例は3ヶ月早く執行した。ABCD 法務総裁が特に指定するものを除く。盗水権甲板問題はこの年に起きたため、ありがとうございます。